チョロラン、ゾッポン。私の名前はブリトニー。見ての通り、ごく普通の立派なお花屋さんだ。今日もお花の香りに誘われて日本海まで来ちまった。荒々しい波の雄たけびを聞いていると、故郷の魔法王国東中の三丁目のことを思い出す。おっと、うっかり秘密を喋っちまったが、ベランメイ、お気づきかと思うが、あっしの正体は見ての通り魔法少女さ。今回は第17回を記念して、私の描いた漫画を30分間まるまるやるぞ。枯れっ子や猫目っ子を超える衝撃の激名シン、 SOS 団の超監督をもしのぐ才能。やめてください、打ち切りだって誤解されちゃうでしょ、うん、だいたい17なんて半端な数字で何を記念するんですか。17をバカにするな。17話はアッがガンを奪ってホワッベースを出ていくんだぞ。沖艦長だって17話で倒れて手術を起き、それではいつも通りの早手のごとくをお楽しみください。執事、それは使えるもの。執事、それは貸し付くもの。執事、それは主の生活すべてをサポートするフォーマルな守護者。そう、これは一人の少女のため命を懸けて戦う少年の超コンバットバトルストーリーなのである。ちなみにセイさんのサービスシーンもあるぞ。それは37話、17話は見たんですよ。少女は知ってる。世の中にはお金で買えないものがあるってなことね。何があったかは表情から想像してくださいな、申し。え？お嬢様、一体何が？で、うわ。これは？漫画雑誌？人生経験が足りないそうだ。あ、漫画で何の賞も取れないのは人生経験が足りないからなんだそうだ。うむ。どうだ、私の最高傑作なんだぞ。これが最終選考にも残らないなんてどう考えたっておかしいだろ。まあこういう不条理ギャグ漫画もありかなと。不条理ギャグではない。お前にはこの壮大感は伝わらんというのか。壮大な電波感はビンビン伝わるのですが。まったく、こんなヘボ審査員どものせいで貴重な新人作家の目がどんどん潰されていくのだ。やはり面白い漫画を描くには豊かな人生経験が必要。そんな漠然としたアドバイスで新人が育つか。そんなこと僕に言われても。まあ、あれはいつもの病気みたいなものですから気にしないでください。え、何ヶ月かに一本漫画を描いて投稿してるんですよ。そうだったんですか。どうしたんですか。いえ、お嬢様もご自分の大好きなことのためなら一生懸命になって頑張ることもあるんだなと思って。まあ、全然かすりもしないんですけどね。はあ、なんだかちょっと不憫ですね。そうでもないですよ。
お金ではどうにもできないものがあるということを学べるので、私はいいことだと思ってます。はあ、確かに人生経験は足りない気がする。友達は少ないし、学校もあまり行かないし、スポーツもしない。かといって生活には困らないし、毎日ダラダラしていてもなんとかなるという。まさにダメ人間街道まっしぐら。だいたいこの恵まれた環境が良くないのだ。ネロやマルコみたく超貧乏だったり、セイラみたく幸せのピークからどん底に叩き落とされた経験がないから、全米が泣いたっぽい超感動ストーリーが創作できないのだ。って、その手の人生経験ならめちゃくちゃ豊富そうなやつがいるじゃないか。え、13歳の頃何をしてたかですか？そうだ、私とお前でどの程度人生経験が違うか聞いてみたい。13歳の頃ですか。そうですね、その頃は多分麻雀の台打ちとかやってましたね。あ、台打ち、店に因縁をつけてくるとっても親切な人たちを追い返すために麻雀を打つ用心棒みてえな仕事、絶対に負けられない危険な職業である。お前それってすごく危ないんじゃ。別に平気ですよ、僕強かったですし、イカ様も上手でしたから。やはり人生経験の差はでかいな。でもお嬢様だって人生経験は豊富だと思いますよ。え、13歳なのに飛び級で高校生をやっていたり、こんな大きなお屋敷に住んでいたり、こんな経験なかなかできるものではありませんよ。そうか。ちなみに他には何をやってた？そうですね、他には新人漫画賞を取って賞金稼いだりしてましたよ。やはり経験の差が戦力の決定的な差か。お嬢様ならば私も普段やらないことをして経験値を上げてみせる。普段やらないことをして経験値を上げる？お嬢様その意気です。これをきっかけに引きこもり生活に別れを告げて外の世界に飛び出していきましょう。却下だ。え、屋敷の外にあることなどスラッレベルの経験値に過ぎ、私の望みははぐれ級の経験値だ。あはあ、だから私は普段一番やらないこととしてマリアのお手伝いをする。お手伝いですか？うむ、うんと役に立ってやるからな。何でも言ってくれ。早く行く。まあせっかくお嬢様がやる気になってることですし。ではとりあえずいつもマリアがやっているように屋敷の掃除から手伝うぞ。あ、ちょっと何？行くぞ！絶対に！お、それは掃除する時の掛け声じゃないですよ。うん、ちょっと失敗。でも次はなんとか。おお！いや！せりゃ！はやてくん。はやて、やはり経験しないとわからないことがあるな。何がですか？掃除は散らかる。貴重な体験ですね。うん、これで掃除はマスターしたぞ。さあ、次だ次。ちょっとお嬢様。よし、次は買い物をマスターするぞ。買い物ですか？でもネット通販やヤフオクでは買えないものも世の中には存在するんですよ。バカにするな、ちゃんと街へ出てお使いをするのだ。物が多すぎる。この辺で一番品揃えの豊富なお店ですからね。ロープレの道具屋がこんなんだったら何を買っていいかわからなくなるではないか。とりあえず鮮度と価格を確認して、あと生産地とできれば生産者も。そんなめんどくさいコマンド私には必要ない。え、おい店員。はい。また一つ経験から学んでしまった。今度は何です？買い物すると店がなくなる。僕も初めて知りました。よし、次は次に帰って蔵の整理だ。まだやるんですか？なんか伝説のアークとか隠してありそうですね。この中にあるのはほとんどがゴミのようなものだ。そんな、きっとみんな価値のある美術品ですよ。これは…なあ、こんな不細工な肖像画に価値があるとは思えないのだが。
そうですね。誰だ。あれはロダンの考える人じゃなくて羊長。何やってるんですかこんなところで。ここは私のリラクゼーションスポット。出番の少ない時はこうして美の世界に浸り、英気を養っておるのだよ。道理で姿を見かけないと思ったら。さあ、次だ次。待ってください、お嬢様。お嬢様、ここから出して。暗い、怖い。猫が寝転んだ。次は何をすればいい？そうですね、あとは接客とか。接客だな。よし。あ、お嬢様待ってください。お客様もいらしてないのに。イスミさん。イスミ。あ、ナギ、ハヤテ様。何をしているのだこんなところで。ここナギの家だったのね。通りで見たことのある景色だと思ったわ。え、実はさっきまでお部屋でお勉強していたんだけれど、消しゴムが机から転がり落ちてしまって。待って。お庭を探しているうちに気がついたらここに迷い込んでいたんです。相変わらずオリジナリティあふれる迷子のなり方ですね。っていうか、うちの庭と異次元ホールでつながってるんじゃないか。だが良いところへ来てくれたぞ。今から私が超ビップ級の接客をしてやる。お嬢様大丈夫かな。ナギが紅茶を入れてくれたの。うむ、キッチンにあった高級茶葉を片っ端からぶち込んで、3000円ナギオリジナルのロイヤルプレミアムハイパーギガマックスブレンドにしておいたから、めちゃくちゃうまいぞ。カップが汚れてる。すみません、取り替えてきます。ハヤテ。ダージリンとブルマット玄米茶のブレンド、しかもなぜかベッターラーメンの味まで混じっている。こんなオーマイカップなお茶をお出しするわけにはいかない。私には接客の才能があるらしい。よかったですね、お嬢様。よし、もっと盛大に接客して経験値を増やすぞ。どうぞ、お召し上がりください。ありがとう。文字入りオムライス1000円、これを食べれば私も立派なお嬢様になれるかな。みんな、よく来てくれた。ナギ？なんやねん、そのなりは。宇宙一似合わねえコスプレだな。コスプレではない、人生経験だ。はあ？まあ、人生経験ってなんやの。それが、普段やらないことをして経験値を上げたいとおっしゃられて。これから私の接客の才能をとくとご覧に入れて差し上げてやる。ほっぺたがメルトダウンしてコアに達するくらい美味しい料理を作ってやるからな。いや、これから作るんかい。ナギ、行きまーす。なあ、本当に大丈夫なのか。すみません、僕ちょっと。これをお客様に振る舞えばお嬢様を傷つけることになってしまう。このままではダメだ。うまい、うまいぞこれ。そうですわね、ロコ。まったり、こってり、あっさりがフュージョンした、なんと
奥深い味わい。大地が芽吹くような芳醇な香り。大海原の紅葉にも似たまろやかな口当たり。口の中で食材と食材が核反応を起こし、味覚によるビッグバンが発生する。これは素晴らしい。素晴らしか。うまいだ。うまいだ。おらおら、おかわり持ってかけ。私の作った料理を喜んでいるぞ。よかったですね、お嬢様。ごちそうさま、ハヤタ君。これ作ったの、本当はあなたなんでしょ。図星みたいね。すぐ顔に出るんだから。お嬢様には内緒ですよ。わかってるわよ。執事も大変ね。ご主人様に恥をかかせないようにするために。ナギちゃん、美味しかったよ。なかなか良い接客だった。そうか。来てよかった。なあ、ハヤテ。はい。お前やマリアの気持ちがほんのちょっとだけ分かった気がする。え、人のために何かをするって良いものだな。私も私の描いた漫画を読んでもらって、あんな風にたくさんの人に喜んでほしい。お嬢様。お嬢様だって本当はいい子なんだ。あの純真な心をこれからも守っていかなくては。おかわりどこだ。おかわり持ってこないとジャンピングにかますぞ。これあれ、桂先生まだ帰ってらっしゃらなかったんですか。この匂い、じゃーん、おかわり発見。あー、せっかく隠しておいたのに。バカ。桂先生、ハヤテ。お嬢様、どうして私の作った料理が手つかずでここにあるのだ。やだな。お嬢様のお料理はさっき皆さんが綺麗に食べちゃったじゃないですか。これは僕の作った失敗作で。嘘つけ。じゃあそこにある私のサインは何なんだ。何も漫画みたいにサイン残さなくたって。さっきみんなが食べたのはお前が作った料理だったんだな。あのそれはやはりそうなのか。もしかして私は役に立っていなかったのか。え、初めからハヤテやマリアやみんなの役には立ってなかったのか。いえ、決してそのような。なんというか、人には向き不向きがあって何でもうまくいくわけではありませんから。それはつまり私には漫画を描く才能がないかもってことなのか。いや、そんなこと。私だって考えなかったわけではない。もしかしたら万が一、僕が一、地球が爆発するくらいありえないこととして、賞が取れないのは私に才能がないからなのかもって。お嬢様。お嬢様。私なんか。お嬢様。大丈夫ですか、お嬢様。ほっといてくれ。才能もない、お手伝いもろくにできない私なんて。大丈夫。見てください、お嬢様が手伝ってくれたおかげで二人ともあんなに満足げな表情に。目が死んでないか。お掃除どうしましょう。せっかくの出番だったのに。お前も私には才能がないと思ってるんだろう。え、そうなんだな。漫画賞を取ったことのあるお前の目から見ても私には才能なんかないと言いたいんだな。
お嬢様には才能がありますよ。え？だってこれまでに何本も漫画を描いて投稿してきたんでしょ。うん。たった一本の作品も最後まで描くことができずに挫折する人って多いんです。だけどお嬢様は好きなことのためならくじけずに最後まで頑張ろうとする情熱という才能があるんですよ。情熱という才能？ええ、僕が保証します。わかったぞ、ハヤ。私は自分の情熱にかけてみる。その意気です、お嬢様。それにお嬢様の漫画はもしかしたらレベルが高すぎなのかもしれませんよ。レベルが高すぎ？そうです。お嬢様は実は経験が豊富すぎて、その面白さが伝わりにくいというか。なるほど。ではレベルを少し抑えれば。そうですよ、今度こそ賞が取れますとも。よし、ならもう一度頑張ってみるか。頑張ってください、お嬢様。セッタターン黒、それが8次元の地球を救う切り札だ。あとは音楽コンクールで優勝するだけ。そのための第4宇宙神更新券売機はすでに薬局で落札済みだ。って相変わらずレベル高え。これで次の新人賞はもらったな。ええ。かくして借金執事の人生経験と苦悩はまだ続く。次回竜とハムスターが世紀の大激突と思いきや、ローテーションの都合でね、水着話なのよ。うん、ブワー、ワクワクドキドキ、マリサスが肩こり治った。やっぱりひなぎくより大人の魅力を秘めた私が出た方が何かと喜んでもらえるんじゃないかと思ってね。それはどうかな。だいたいひなぎくが好きとかいう少年少女は DVD なんて買ってくれないわよ。やっぱり20代以上の独身男性にアピールするべきよ。桂先生、番組の宣伝は禁止ですよ。甘いわね、綾崎くん。私は颯のごとくの DVD を買ってほしい。慌てすぎよ、綾崎くん。ちょっとお姉ちゃん。うわ、次回は夏まっさり待望の水着エピソード。南国の高級リゾートの島、白鸚島に向かった一行が見たもの。わわわ、ようこそ白鸚島へ。私はこの島の専属執事兼支配人のシュミット・ヘンバッハと申します。皆様の楽しい夏休みの思い出をクリエイトさせていただきます。次回ハヤテのごとく、レアカードは水着です。私もいつもより喋ってますです。さて、どう戦い抜くかな。